サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシーアルファサムスンギャラクシーアルファとは韓国のサムスン電子によって開発された第3世代移動通信システムと第4世代移動通信システム対応の端末である2014年8月13日に発表され2014年9月に発売されたギャラクシーアルファはギャラクシー S5 のミッドレンジモデルである これまでのサムスン電子のギャラクシーシリーズは外装に使われているプラスチックが他社製品より劣っていたため批判されていた。そのため、ギャラクシーアルファーでは外装に新たにアルミフレームを採用したことで見た目や質感の品質に力が入れられた。全体的なデザインはギャラクシー S5 ベースとし、プラスチックの背面カバーにディンプル加工が施されている。 厚さが 6.7mm で、Galaxy Alpha がサムスン史上最も薄いスマートフォンである。グローバルモデルには6コアのエキシノス5430チップセットが搭載されている。米国版モデルはスナップドラゴン805である。また LTE に対応した XMM7260 モデムを搭載し、メモリは両方とも 2GB である。 ディスプレイは4.7インチと 720p のアモレット。1200万画素の背面カメラと210万画素の全面カメラ、指紋センサー、心拍数センサー 1860mAh のバッテリーを内蔵する。内部ストレージは 32GB あり、SD カードには機体用である。オペレーティングシステムは Android 4.44キットカットを搭載。 ありがとうございます。